鍋屋横丁入り口の南西側、水保銀行の入るビルの前の時計台鍋屋横丁は、東京都中野区の本町、中央を南北に走る横丁、商店街。鍋横という通称で親しまれており、本町、中央一帯を指す、区名としても用いられている。鍋屋横丁交差点で、大梅街道と交差しており、近くには、東京メトロ、丸の内線新中野駅がある。 新宿から近い立地ながら、比較的、賃貸の価格は安めでもある。江戸時代前期に、現在の杉並区堀の内にある妙法寺に向かう、三拝道として栄えた。江戸から、大梅街道を経由して、妙法寺に向かう際、現在の鍋屋横丁交差点を左折することになるが、その目印となったのが、鍋屋という名の茶店であったことから、鍋屋の横丁とこの名がついた。 明治時代以後も中野駅と大梅街道を結ぶ通りとして栄えたが地下鉄開通とこれに伴うと電杉並み線の廃止に伴いやや衰微したものの現在でも道区を代表する繁華街の一つであり再開発が進められている。夏季には鍋横夏祭りを開催し全域が歩行者天国となり阿波踊り沖縄エーサー等をメインにした催しで 毎年後から6万人の来場者の賑わいを見せる。大梅街道沿いに隣接する、鍋横大通商店街とは異なる商店組合だが、鍋横一帯の商業地区を構成している。都電の電停にあった、鍋屋横町の名称が地下鉄駅に継承されなかった、ことで知名度の低下を招く結果となった。浅田次郎、地下鉄に乗って、40から41ページ。 42から48ページ、ありがとうございます。